めっちゃそんなに聞こえれますってぐらい聞こえてますね。そんなに聞こえるかな。花粉きつそうだね、さっきもあの泣いたのってコメント来てたんですけど、あの実際泣いてないです。すっごい昨日今日って花粉がすごくて、もうすごくないですか花粉。鼻水も止まんないし、もう私昨日かな、昨日の朝ぐらいはもう目が腫れちゃって右目だけで書きすぎてたんですよ。で書いてて書いてて、そのさ目のさ、ここ分かります？このさ内側のさ、魚で言うとエラみたいなところ、ここのさピンクのさ中のピンクのところがなんかひっくり返ってるじゃないですけど、なんかねぷくって腫れてて、めちゃくちゃ目に違和感がありました。まあ書いちゃったからっていうのもあると思うんですけど、花粉症じゃないけど2、3日くしゃみ出ます。だって私ダメですね、なんか昨日今日は花粉がダメです。目を魚で例えると初めて、物もらいでは、いや物もらいでないことは確かなんです。絶対結膜炎だね、自分も同じ症状だった。あ、結膜炎っていうまた新しい症状が来てる。昨日熱が37度5分だぜ。お疲れ様です。大丈夫ですか？コロナでないことになります。今日はお風呂上がりなんでいただきます。こちらジャンボモナカ、モナオ、なんかモナオって廃れないよね。モナオめちゃくちゃ、また最近ガリガリ君のガリガリ君のねキウイフルーツ味みたいなのが出てたんですよね。それがすごい好きです。おいしい。今日の朝も最近大好きな、学生時代にめちゃくちゃ食べてた、山崎さん、山崎パン屋の山崎のメーカーのアップルパイがすっごい好きで、ツイッターに今日画像を上げたんですけど、あれがめちゃくちゃ好きで、あれとリプトンのミルクティーの、こういう牛乳パックみたいなミルクティーがあるんですけど、それはねなんか学生時代のなんかツートップ、三大神器じゃないけどそんな感じの、すっごい大好きなんです。基本アップルパイ好きじゃないんですけど、昔からでもあれだけは食べれるとか、食べれるとか、たまに食べたくなる。すっごい好き。今日はアイス食べながらです。みんなは今今日お休みの方もいたのかな。最近この部屋の引っ越しずっとしてて、捨てれるもの捨てないものってあって、ショールーム内でもずっと言ってたんですけど、意外ともうこれはもう売りたいっていうものと、あとこれはもう捨てますっていうものは大体仕分けできました。でも結構やっぱり洋服が、たくさんありますね家の中に。売るんだだね。なんかゲームとかはさ、やっぱなんか捨てるの、捨て方も分かんないし、あと何もったいないじゃん。まあそんな、なんかソフトなんて10円とか、高くて60円とかぐらいで売れるんですけど、それしかぐらいしか売れないんですけど、捨てるよりはいいかなと思って。あとはい、
例えるものがちょっと身近になくて分かんないんだけど、こういうさ素材分かる？エアポーツのさ、これプラスチックっていうのかな、プラスチックじゃないよね、これなんていう素材なんだろう。例えばエアポーツの、ちょっと待って、これダメだ、分かんない、エアポーツのさ、このツルツルとしたさ素材、これなんていう素材。なんかさ、もう物の捨て方もさ、なんかルールを知らなさすぎてさ、まあ地区ごとによって違うじゃないですか。でその物の素材もさ、私わかんないよ、なんかバカなのかなって自分でも思うぐらい。ね、これなんて素材、このさエアポーツ、例えばこれなんて言うんだっけ、このさ、これプラスチックだよね、やっぱりそうだよね、プラスチックか、プラスチックだろってきてる。プラスチックってなんかさっきもあの物捨てるとき袋には一応入れたんですけど、悩んじゃってた時があって、よくさニトリとかでさ売ってるさ、こういうプラスチック素材のさゴミ箱はどうやって捨てればいいんだろうっていう風にずっと悩んでて、まあ、調べたんですけど結局でも合ってるか分かんなくて、硬いプラスチック燃えるゴミ、へー、東京はプラはプラゴミだよ。え、じゃあはい、あのカウンターの、あカウンターってあのバチバチ鼻のさ、あの下に引く下敷きみたいなのあるじゃないですか、こういうあれなんて言うんだろう、受け皿、鼻の受け皿みたいなのあるじゃないですか、あれってそのプラスチックのゴミと一緒に捨てちゃっていいのかな。え、衣装ケースとかは燃えるゴミで出す時もあるようだって。え、いいんだ、あ衣装ケース壊れてるの、めちゃくちゃ、あの引き出しの取っ手の部分とか白い透明のプラスチックのやつ、あのしまい方が多分雑なんでしょうね、私押すとき引くときがもうボロボロですもん。植木の下に行くやつ、プランター、そうプランターのさ、プランター犬とプランターのあの水受けみたいなやつ、あれはいいのかな、このプラスチック製のゴミ箱みたいなやつ一緒に出しちゃっていいのかな。地区によって違うからアドバイスし難しい。だって燃えるゴミに、燃えるゴミは袋にサイズに壊さないと粗大ゴミは、あ大丈夫です、大丈夫。え、すごい先生、 iPhone のアプリにゴミ分別アプリってのがあって、そこで検索したら一発やで、だってすごいね。へえ、知らなかった。へえ、だ包丁とかもさ、ちょっとさなんかダメなものになってきたからさ、包丁も捨てようかなと思うんですけど、包丁もさ調べたらさ、なんか何、新聞紙にくるんで、で燃えるゴミではないはずなんだけど、出してそこに危険って赤文字であの袋になんか書いて置いとくんでしょ、怖いよね。包丁は不燃ゴミだけどくるまないと、で危険って書くんでしょ自分で。包丁は紙に書いて危険と書く私のところだって、やっぱそうだよね。ね、包丁なんて出したことないからさ今までさ。まあ、ゴミ難しい。包丁はぐるぐる巻きにして燃えないゴミ、分かった、完成したらみんなに見せるわ。危険って書けばいいでしょ。結構わからないことだらけすぎて困っています。最近はでもそのゴミの分別アプリみたいなのはちょっと気になりますね。
あれ、パソコンの充電がないわ。東京も23区別に分別アプリあるから、住んでる区ゴミで検索してダウンロードするのおすすめ。詳しい、使ってるってことかな。確かに衣装ケースのあれとかさ、燃えるゴミで出していいか迷うよね。今もう週末だったんで、ゴミの粗大ゴミの会社とかに電話できないじゃないですか、まあ、週末なんで。明日はもう平日だからできるんですけど、その時にすごい、まだ電話してないからあれですけど、あのさ、なんだっけ、ベッドってあるじゃないですか。まあ、ベッドはもうあの捨てようって思ってるんですけど、ベッドって解体したんですよ。解体できたから、ニトリのだから。で、解体してあのマットレスは別で、解体したブッツはそのまましてあるんですけど、解体して重ねて置いてあるんですけど、それをマンションのところに自治体のそのシールを出す、料金のシール貼って置くじゃないですか。結構な意外と量があるんですよ、マットレスとベッドの解体したやつのあの板みたいなんて。ああいうのってマンションの下にガツンと置いていいものなのかな。どうなんだろう、なんか出していいものなのかなと思っちゃう。なんか壊れてる冷蔵庫とかも、なんか冷蔵庫だからリサイクルとか回そうかなと思ったんですけど、壊れてるからリサイクルにもなんないじゃないですか。粗大ゴミは車で処理場に持っていけばお得なんだけどなんて。まあでも電話で確認した方が早いね。ね、難しい。そう、シールが結構高いだって。意外としますよね。意外とっていうか、まあ300円400円ぐらいのあれだと思うんですけど。まあ難しいわ。ちょっと今回両親が週末行こうかとは言ってくれてたんですけど、さすがにね、やっぱもう20今年で9歳なんで、できないといけないなと思って。私もカーペット捨てたいけどシール買いに行けなくて。いや、そうなのよ。3月末はゴミシーズン。パソコンが粗大ゴミで捨てられないのが面倒。なんでパソコン捨てちゃうの？もったいない。うわ、カーペットは刻んで燃えないゴミにしよう。引っ越し大変だよねって。そう、あの毛布とかもさ、ベッドもさ、シングルだと捨てちゃうからさ、それによってマットレスと毛布とかさ、布団とかさ、枕とかがさ、まあ、いらなくなってくるわけですよ。まあ、枕は燃えるゴミ、なんか普通の毛布とかも燃えるゴミでいいの、いいと思う。なんか、あ、すごい大変、思い出しただけで。カーペットは切れば燃えるゴミだって。あれ、カーペットってなんだ、そもそも。あったかいやつか。カーペット、ホットカーペットのこと？あのネズミ色したやつ、基本。あれ捨てていいんだ、刻んでいいの、すごい楽しそう。で、今度刻む回しますか。
田舎だとトラックですぐ回収してくれるんよねって。え、そうなんだ。うわー、結構釣り道具はどうやって捨ててればいいのやら。わかります。意外と私釣り道具が棒が、竿が、シマノの、あれ何の時に買ったんだろうってぐらい、シマノの結構長いやつが家に挟まってあったんですけど、まあそれは使うとして、ちょっとまあ初心者用セットみたいなのが売ってて、その5000円ぐらいでパックで、こんぐらいの折りたたみの釣りのあの竿、まあ伸ばせるやつなんですけど、これ2本ぐらいあって、まあ言うていらないかなと思ってるんですけど、確かに釣りの用具ってさ、釣りの竿って何ゴミ。私いつももうああいうさ、とんがったやつあるじゃないですか。ああいうとんがったやつってゴミ袋に入れたら、あの突き出ちゃうんです。燃えないゴミ。アイスもなおじゃないな、モナカでもなお、メルカリに出そう。ただいつもな、思うのよな、なんかとんがったものさ入れてさ、ゴミ袋どんどん詰めていくとさ、途中で破けちゃってさ、カーボンって燃えないような、燃えないゴミでしょうねってきてる。あー難しい。あ、これチョコモナカジャンボだって。私モナオじゃなかった、ごめんなさい、チョコモナカジャンボだった、コメントで気づいた。あ、うち基本これです、チョコモナカジャンボです。いやー難しい、もうちゃんと早くやんないと、大変です毎日。チョコモナカジャンボのパリパリ感いいよね、わかる。このさ、チョコ板がさ、板チョコがさ、いい、好き、おいしいです。これに今ホットのコーヒーなんで、最近思ったことがある。これまあガラスだと思うんですけど、割れるからガラスなんですけど、このグラスに氷を入れて、キンキンの氷を入れて、その後にあのできたばかりの熱々のコーヒーをチャーって入れると、あのガラスが割れそうな音がするんですけど、いつか割れちゃいますかね。さっきも怖かった、パキパキパキって音がするんですけど、大丈夫かな。ホットグラスに入れるのか、ホットをグラスに入れるのか、そう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 、冷たい氷入れてホットのコーヒーを注ぐの。あ、割れるんだって、危なっ、危なっ、え、怖っ。気をつけないといけないやつじゃないですか。でもまだ割れてないんですよ。でもいつか割れるかな、注ぎ方次第、温度差で破損しちゃうんだ。あるいはマグカップを買うか。いや、私は最近この自粛入ってから、あのワイングラスでコーヒーを飲むっていうのにハマってるんで、それはもう許せません。どう見ても耐熱性はなさそう。ヒートショックで割れる時があります。
え、割れるし、なんなら弾けるからやめた方がいい。え、怖い。いつか割れそう。気をつけます。まあ、気をつけるって言っても多分やるんですけど、まあ、その前にあったかいコーヒーを注がなきゃいいってことですよね。そもそもだからもう冷蔵庫で冷やしておいて、冷たいの。ブランデーグラスじゃないってきた。ブランデーグラス、なんかみんな言葉知ってるよね。何なのブランデーグラスって。そもそも、プラの割れないワイングラスあるよ。だって、え、それプラスチックの、プラスチックでしょ。なんかガラスとプラスチックってやっぱりね、なんか陰と陽みたいな感じで全然違うんだよね、感覚が。でもガラスに近いプラスチックのワイングラスなのかな、それ。プラなのにグラス、ブランデーグラス。ねえ、難しい。いろいろなんかみんなの発言が難しすぎて。まあ素材がそもそも違うらしい。じゃあダメだ。私はもう割れるまで使います、こちらのワイングラスを。語彙力をつけようってきちゃった。これはい、語彙力ね、うん、ちゃんとつけたいと思います。さあ、スペシャルギフトもいただいてる、ありがとうございます。くまさんをターボーさんから、そしてジョイス JSYOMU さんから、ヤーヤンさん、赤字のポチさん、カッコツさん、セセリさん、コッシーさん、そしてターボーさん、アンさん、クマのぬいぐるみさん、カッチャンさん、ロンゲさん、沼千代さんからスペシャルギフトいただいてます、ありがとうございます。ありがとうございます。昨日土曜日のラジオ聞いてくださった方いらっしゃいますか。ヤンタン、ヤングタン土曜日、昨日放送だったんですけど、 その放送時間が10時からだったんで、ちょっと終わる頃にはもう日付越しちゃうと思って やりませんでした。あ、聞いたようだって、ありがとうございます。追伸で聞けんのかな、追伸というか、なんだよ、追伸みたいな、なんていうの、あ、なんていうんだけど、あれ居残りじゃなくて、なんていうの、ああいうの、なんていうの、お、聞きました、ありがとうございます。録音しててまだ聞いてない、あ、そう、タイムフリーだ、タイムフリーで多分聞けると思うので、ラディコでね、ラジコで聞けます。ぜひ聞いてください。エリアフリー、アーカイブ、そう、アーカイブとかそういう感じので聞けると思うので、ぜひまだ聞いてない方は聞いていただけたらなと思います。聞いてみます、ありがとうございます、嬉しい。うん、ラジコの会員になって聞きましょう。大変だな。そう、歌う楽曲も決めないと、今月のライブに向けて。
踏むのやとな。私のいただき物も今みんなにパッと見せれるものなんかないかなってずっと探してたんですけど、ありました。私のゴルフウェアがなんか山のように重なってたんで、まあ、ゴルフウェアも、まあ、大体いつも同じの着てるんですけど、これとかセットアップになってて、こういただき物なんですけど、ピンクの短いパンツに上がこんな素材の、これまたボーダー、縦ボーダー、次はこれかわいいよね。アメリカのカフェの制服みたい。ちょっと一瞬着てみようかな。あ、やだ、怖い。ちょっとブラしてないから絶対やだ。これもセットアップ、タグついてるし、これに上が意外とね、フリもらいただき物フリフリだったんだよね。これセットアップ可愛いよね。そう、可愛いのよ。ほら、このドットとかも意外と使えそうな、これ可愛くない？このドット可愛いよね。でも最近まあ行く時期が大体夏とかなんで、短いのが苦手なんですよね。その丈が短いとか、すっごいミニスカートとかがすっごい苦手で。そう、ピンク系だね。だってそう、ピン、あと見せるのもピンクしかないよ。ほら、これも短くない？これくしゃくしゃだけど、ほら、ゴルフの時は普段着ない衣装ですね。そうなんです。でもかわいい、すっごい短いけど、これ中にパンツが、パンツ形式、パンツになってるんですから、スカートに見えるけどパンツ、かわいいよね。多分すっごい短いと思う。足上50センチぐらい、あややっぽいできてる。ね、ピンクがね、濃い色なんです。これね、まだ着たことないけど可愛いんじゃない。これ花柄の、まあ、ちょっと派手だけどね、これ意外とロングでいい感じな、着れそうな感じです。可愛い、可愛いよね。ね、てかそもそも履けるかなっていう問題があるんですよ。これとかはゴムなんで多分意外と履けると思うんですけどね。なんか海外行った時とかはこういうのいいかもね。これはちょっと今季着れるかもしれない。夏行った時は可愛い。これ意外とロングだから使える。ハワイのゴルフな感じだって。アロハっぽい。ゴルフ用なのって来てる。そう、ゴルフ用なんです。全部ゴルフ用というか、ゴルフのメーカー、ゴルフのメーカー、まあ、こういうのピチピチなんだろうな。その履いた時とかちょっとさ、これさ、パスポっぽいよね。パスポ、あの今解散しちゃってないけど、パスポの衣装って感じ。アテンションプリーズ系。ゴルフはどれぐらいで回るの？最後に行ったの覚えてない。いつだろう。結構全然伸び悩んでる感じ。ゴム入りのスカートを履いた時点でおばちゃんの仲間入りってひどい。これかわいいよね。アトンションプリーズ系。すごい、これはかわいいなと思う。かわいい。そう、最近のゴルフウェアを今まとめてて、ずーっとまとめてたんですけど、全然
もうゲームをまず売るか迷ってる時に、そもそも初期化をしないと売れないものじゃないですか、そういうゲーム類ってさ。なんかそういう作業もしないといけないって考えるとちょっとめんどくさいですね。大変です、荷造りが、荷造りがめちゃくちゃ大変。プレゼントしなよってきてる。プレゼントしても男性の皆さんは履けないと思いますけど。あ、中古で買ったゲームがめちゃくちゃやり込んどるやつやったら消しにくかった、だって。ね、いろいろまた整理を頑張りたいと思います。どんな部屋に引っ越すのって。まだ分かりません。やっぱこれ可愛い、私服で着れるかな、いつ見ても可愛い。可愛いよね、やっぱり履いてみたいと思うけど、ちょっとピチピチだったら嫌なんでやめます、見せるの。履く以外の近い道がある、あるかな、履く以外。マスクにしても可愛いかもしれない、こういう可愛いよね、着てほしいってあるけど。うん、あ、3月って引っ越しシーズンなんだ、だから混むのか、そういうことか。肉が盛り上がれてきちゃった。そうね、久々にちっちゃい目のちょっと履くのは怖いんで、まあちょっとタイミングがあったら履きますわ。多分当分履かないと思いますけど。あといろいろ香水とかも、まとめたりして。キックがきっかけで引っ越すよって人もいる。どういう意味？キックがきっかけ、私がきっかけは言うらしい。なんでだ？うん、引っ越しは早めに予約しておいた方がいいですよ、だって。私も20日に引っ越し予定です、だって。え、すごい、みんな引っ越す人多いね、やっぱりこの時期。ディズニーの近くに住むから年パス買うか悩み中って方もいらっしゃる。いいな、東京の一等地に引っ越しするんか。いや、しません。やっぱ多いんだ、転勤がどうのこうのって。さっき転勤が多い時期だから引っ越し業者も混むらしい。見積もりは女性指定で。そうですね、ゴミ捨てがとにかくしんどかった引っ越しだった。キックがきっかけで職場の近くに引っ越す気になった、だって。へへ、そんな嬉しい。大変だ、頑張ってください。病院の寮に住んでるんだけど、不穏な患者さんの叫び声がたまに聞こえてくる、怖い。引っ越ししたいけど荷物捨てられなくてなかなかってきてる。そう、荷物を捨てるとか売るとか、なんかこれ取っとくっていうのを決めるのが結構難しいですよね。これも使えそう、これも使えそうで、結局年末、あ、年度末か、今そろそろ人事異動が多いので。あ、人事異動の時期だから多いらしいよ。
着替えてきてないよ。ここにこの間やった海外のお金、明日やってきます。お金を崩してきます、日本円に。さあ、米ってきて、イギリス？あ、これ？これ私海外行く時の、海外に仕事に行く時ってさ、お財布ってさ、自分の本ちゃんのさ、お財布持たないじゃないですか。私は持たない派なんですよ。で、こういうなんか、ここに本当はここに引っ掛けるとこあるんだけど、ここに引っ掛けるジャラジャラの紐みたいなのがあって、それを首に引っ掛けてよく海外で使ってたんです。これお財布、海外のお財布。そう、どこ行くのにも使ってた。で、タイに行ってからこれをメンバーと全員おそろで買って、タイに行くようになってからはこれが私のお財布になった。そう、海外のね、行く時用のお財布って意外とこういうコンパクトな、もう盗まれてもいいですっていうのしか、海外は紐つけないとね。そうなんですね、忘れちゃったりするから、すごく大事。もういろんなの出てくるな。ほら、これは何？えと文字切ってみたいな。猿年の切手だ。82円の猿年の切手。なんか郵便局行ったらさ、物を渡したらさ、これいくらですって言って、お金請求されるじゃないですか。でも家から普通にポストに出そうって時に、その大体の荷物の重さがわからない。いくら貼っていいのかっていうのが未だに分かってない。重さによって違うんですもんね。難しい。切手なんて使う時あります？皆さん。私今のところないです。かわいい、こんなの出てきた封筒。そう、窓口でね、払わずに郵便局の窓口に持ってくだって。窓口で測ってもらいましょう、郵便局が安全。そうなんですよね、やっぱりそういうことなんですよ。だから窓口でやった方が早い。そもそも最近は郵便はがきっていうもの、今郵便はがきがなんか出てきたけど、これ私のいろいろ切手とか、あとメモ帳とか便箋とか入ってる私のボックスです。その中にはがきが出てきた。はがきってもう使うことないの？これほら真っ白な、透過しちゃってるし、後ろと真っ白なね、はがき。これ何使うの？こういうのって使います？今何かの検証に応募するとかだって、お手紙くださいだってね。パパにお手紙書こう。キッカのショールームはがき募集してますか？してません。検証とかで使うのね。最近は使わなくなった。あ、仕事に戻るね、いってらっしゃい。しゃべくり直線の応募、検証はがきか年賀状。ね、使わないよね。これもだって50円ですね。まあでもいつか使う時のために取っとこう。あとこの干支の切手を使いたい、私は早く。最近資材屋さんとかに
ひょろっと顔出すの好き。いろいろあるな、こういうのも。ハートのクリップケースなんて出てきたけど、かわいいね。ほら、これ何に使う？みたいな感じだけど、こんなのかわいい。でもこういうのはね、なんか家から出てきたものなんですけど、なんかいつか使うだろうで捨てれない。なんかいつか使う病が働いて捨てれません。まあ捨てなくていいと思うんですけど、まあ場所は取るんですよね。意外と、あ、かわいいってきて、かわいいよね。そうね、クリップとかね。この子と暮らしたらゴミ屋敷になるな、だって私捨てるとき捨てるんですよ。一生使わないから捨てて大丈夫、キッカ断捨離だよってきてる。え、やっぱそう思う。私も思ってるよ、それは思ってる。一生使わないから捨ててった。服につけたらあとは着てるけど、可愛い手帳とか本のしおり的な、まあ、そもそも手帳使わない。本はあの普通にこういう折り目のところにやってあれしちゃうんで大丈夫。やっぱり使わないの、私も思ってるよ。男は平気で捨てる、だって。いや、ここはキープで。思い出は心の中に。いや、そうなのね、わかるよ、わかるよ。絶対使わないのはわかってるんだけど、可愛いんだもん。だってこれ、そう、使わないんだよね。使わないけど捨てたくないものあるよ。そう、そうなの。視聴者プレゼントでって言って買った方が安いよ多分。ありがとうって言いながら捨てなっていいね。なんかいいね、それやろう今度から捨てるとき。捨てるか捨てないかめっさ悩みがち。そうね、誰かからのプレゼントって、これね、わかんない。でも今まで生きてきた中で使った覚えはない。でもワンチャンあるとすれば、両親と一緒に住んでた時期があって、東京で、そん時に買ったんじゃないかなって、あの親の仕事の都合上で。ほら、こういうのもあるの、ミニカードみたいな、ハートの封筒。よくお手紙見るね、ファンレターで。ここに裏に書いて封筒に入れてみて。今度のライブで勝手に持って行っていいボックス作ろうよ、だってめちゃくちゃいい、それ。施設とかに寄付したらどうですか、だって。でもこれかわいいね、メッセージカード。これはね、いつか使えそう。いつ使うか分かんないけど、これハートのメモ帳。意外とハート、なんかそういうのいっぱいある。まあ、なんかで使ったんだろうね、こういうのとかさ。こういうの、これポスターテープってさ、いるかな、ポスターテープ。もうポスター貼ってないからあれだけど。なるほど、ライブで一点物のグッズとして売るのもありだなってきてるいらないでしょ、みんな買った方が早いから。自分のポスター貼ろうやってきてる。なんか手紙書きたくなるねって。そう、そもそも手紙時代に生まれてきてない人だから何とも言えないわ。サイン書いたら売れるよってきてるよ。大丈夫です、新しいグッズも多分今月末のライブは出るんだろうし。ライブでオークションすればいい、私のいらなくなったものをね。あ、引っ越し前皿とかご自由に持って行ってくださいってやってる人いますが、それに習うね。あのさ、ご自由にさ持ってってくださいってさ言う、
家の人いるじゃないですか。あれってみんな持ってく人いるのかな、いるのかな、ご自由に持ってってくださいって。持ってった人います？なんかさ、持ってに行きにくくない、あれ。あと欲しいものはないのは、まあどこに出会うか分かんないです。神経質だから無理です。結構持っていく、だって。え、あれでも持って行きにくくない、だって家の前の玄関にあるんだよ。あ、東京は持っていかない、だって。持って行きにくく、結構なくなってるね、だって。え、私あれもしさ、だってさ、撮ってる時にさ、こうやって選んでる時にさ、家主が出てきたらさ、ちょっと気まずくない？使えるものなら欲しい、そう欲しいんだけど。でも前なんかツイッターにも載せたかな、なんかどっか東京の郊外の方に出かけた時に、その馬の、なんだっけな、馬のさ、叩くやつかな、なんかジョッキー系のね、グッズが置いてあったんだよな。馬のね、競馬のね、なんか競馬に関係するやつがね、乗ってった。ムチみたいなやつかな、なんだったっけな、なんか写真は撮った覚えがあるんだけど、ツイッターでつぶやいたことないかな。なんかね、すごい、あ、こんなのあるのって。あ、その夜のやつじゃないやつです。プレイ用ではない、本当の競馬、乗馬かな、乗馬用のね、なんかがね、競馬じゃないね、乗馬だったんだと思う、乗馬乗る人だったんだと思う、そこの家の人。閉店した中華料理屋さんが使わなくなった食器をご自由に持って行ってくださいって書いてあったな。ああ、いい、いいね。なんかお店のだったらなんか、ああいいんですかって持っていけるけど、やっぱ人のさ、人様のご自宅の目の前に置いてあるものはちょっと私無理だす。ねえ、でもいるよね、でも持ってってくださいって。でも持ってってくださいって書いて置いたってさ、なんか一向に減らなかった時どうするんだろうね、その人って。いや、捨てんのか自分で。時間の無駄。あ、無理出すってさっき噛んじゃったやつ、私無理ですって言ったら出すって言っちゃった。最近あの浦安、うん、浦安じゃなくて、何だっけ、土浦鉄筋家族じゃなくて、なんだっけな、ほら、土浦鉄筋家族じゃない、浦安、安、あ、じゃあ浦安か、浦安だっての、浦安、浦安鉄筋家族みたいな、あのハマってるんですけど、あ、そうです、言ったか、これ、そう、浦安鉄筋家族、なんかその出てくるキャラクターの喋り方がすっごい、あのプニオじゃなくて、うわ全然思い出せない、なんとかフニーみたいなね、いるんだよね、待って、浦安、うーらーやーす鉄筋家族、それ何だって、え、知らないの、めっちゃ見てみて、もうめちゃくちゃ面白いよ、浦安鉄筋家族。なんかね、なんかお坊ちゃまくんって感じ、お坊ちゃまくんとクレヨンしんちゃんを掛け合わせた感じ、うん、これは週刊少年チャンピオンでギャグ漫画ですね、ドタバタ系ギャグ漫画、そう、ギャグ漫画だよ。いけ稲中卓球部も面白いよ、だって。あ、ね、らしいですね。え、めちゃくちゃこれ本当に面白い。で、その中のあのね、登場人物がね、めちゃくちゃ好きです。なんていうやつだっけな、あ、浦安はたまにコンビニで売ってますね、だって。うーん、そう、実写が今 Netflix でやってるんですよ。
浦安本当面白いだって。なんか漫画とかそういうのあんまり読まないんですけど、結構これはちょっと漫画読みたいなって思っちゃった。これめっちゃおもろいです。で今手元になんか本が鬼滅よりってきてる。鬼滅より、鬼滅はあんま見たことないけど面白いと思う。ほらお坊ちゃまくん、これもいただいたやつ。お坊ちゃまくんとクレヨンしんちゃんをあの足して2で割った感じ。それぐらい面白い。もう鬼滅より多分面白いと思う。めちゃくちゃ面白い。もう何度でも言える。わー、あれ出たかったな。もし実写でもう一回やりますよって言った時はそれぐらいやりたいです。お坊ちゃまくんの作者はハロプロ大好きですよだって。そうなの。お坊ちゃまくんらしいですよ。お坊ちゃまくんの作者、お坊ちゃま小林よしのり、小林よしのり、あ、とんでも発言をする人で有名らしいよ。怖いねそれ。小林よしのり、あ、AKB のファンオタクって書いてあるね。でもね、お坊ちゃまくんならのヒット作を持つ。でもさ、なんかさ、お坊ちゃまくんとかもそうだけどさ、まあ、鬼滅とかもそうだけど、そのゲゲゲの鬼太郎を書いた方ってやっぱりすごいよね。宇宙戦艦ヤマトとかさ、すごくないですか。だからワンピースとかもすごいんだと思う、やっぱり。ちゃまくんで大ブレイクだって。昔ゲゲゲの鬼太郎は怖かったぜだって。もう怖いよね、 あんな世界だって想像できないもんね。うわー、そうなんだ、すごい。お坊ちゃまくん頭の中にストーリーができてる方はすごいと思う。いや、ほんとすごい、尊敬、尊敬ですわ。でも今さ、あのさ、ジャニーズのさ、ニュースのさ、あの文学賞みたいなの取った人、直木賞だっけ、直木賞作家取った人、ニュースのさ、加藤さんみたいな名前が、加藤秀太じゃなくて、加藤重明だの方もさ、すごくない？小説だって、もうウィキペディア調べたらさ、日本の男性歌手、俳優、タレント、小説家だって。すごいよね、なんか肩書きがもうすごすぎて。そう、この方のあの小説がさ、映画化になって、ピンクとグレーっていうのを見たけど、すごい面白かった。すごいよね、アイドルでも成功してさ、こうやって小説家としても成功してさ、なんか無に無在、無に無在っていうか、なんていうの、あの、なんていうんだ、なんていうの、三文の徳じゃないけど、すごいよね。
加藤くんは映画監督やりそうな雰囲気、ああ思うかもしれない。あ、唯一無二だ、唯一無二、ありがとうございます。そう、文章書く人すごい、いやほんとすごいなと思う。コメントにもある通りね、え私も小説書いてみようかな。まあでもそもそもあの語彙力がなさすぎて書けないんですけど、でもね、 なんか挑戦は何でもありですからね。いやそんな感じです。絵本書いてだって。いや絵本ストーリーがちゃんとあれば書けるんですけどね。やってみたい。作家デビュー待ってます、頑張ります。さあもう あっという間に1時間が経とうとしてる。ありがとうございます。スペシャルギフト追加で、田中さん、デノリキさん、ヤンヤンさん、沼千代さん、ロンゲさん、かっちゃんさん、クマのぬいぐるみさん、アンさん、ターボーさんから追加でいただきました。ちょっとあの花粉症がすごいみたいなので、あの眠気がすぐ来る花粉症の薬飲んでぐっすり寝たいと思います。今日すごいダメだ、大変。明日はちょっと都内の方もそうだけど、まあちょっとぐずつくみたいですね、都内済みの方なので傘の出番かもしれません。また明日も、明日は月曜日だ、月曜日10時から、ショールームが定期配信がありますので見ていただけたらなと思います。日曜の夜にキックが見れて嬉しかった。だってそう、本当は週末はお昼とかに配信しようかなと思ったんですけど、あの片付けが思う以上に進んでしまって配信できなかった。さあ中野4475さん、先ほどお熱があるみたいな感じだったんですけど、明日は仕事休んで検査行ってきますということですね。コロナじゃないことを祈ります。お大事に。さあ皆さんありがとうございました。明日はちゃんとこちらの海外のお金を銀行でやるのかドンキでやるのかはこの後調べますが、お金をちゃんと崩していきたいと思います。そしたらお金持ちになったお財布でまた会いましょう。換金さあ皆さんありがとうございました。またぐっすり寝てください。これからお仕事のこともいるのかな、わからないけど、ありがとうございました。また会いましょう。切るよ、寝ます。おやすみなさい。はい切ります、私切ります。はい待って